はい、こんにちはえっ、ー、と今日はね29時水曜日、えー、15時45分ですちょっとね遅くなりましたけど目が見えないんだろう焦点が合わないえっ、ー、と昨日ね、えー、無料相談無責任相談会ね当主がやったところにまあ平塚さん来ましたよね 結構もうあの無責任相談会ってまあ俺が行った時もそうなんだけどほとんどあの相談無責任相談の内容と全く違う人が来るんだよねで平塚さんもまあ分かってたと思うんだけどそれでああいう質問をするんだけどもう全くあの趣旨が違うからそれをねなんで来るんだろうねって思うよね皆さん。うん、まあ色々ね ありますよそれはただあれもう当主がね初めに言ってるわけで、えっと、無責任相談人生相談とか恋愛相談とか、えー、そういうもんでしょなんであんなことばっか言うんだろうね。えー、その辺がもう全く理解できないというか毎回毎回でもそうですよあと YouTuber の方ね、えー、電話してくるけども YouTuber の人がもっと YouTube の。 えー、例えば登録数を増やすにはどうしたらいいのかとかさそういう質問したらいいんじゃない、うん、なのになんでその党のこととかあユ YouTuber の方はしてなかったっけな今回はうんでもまあするんだったらさ本当にあの単純にね、えー、どうやったらあみんな見てくれるのかとかまあそんなのが無責任相談会でいいんじゃないのかなあと恋愛をね、うん、全然聞こえなかったけど。 聞こえなかったけどそういうい説明ととかね、うんなんで党のこと聞くんだろううって本当に思うよね、うん、まあその後ね結局まあ橘さんも優しいからさ結局排除しないでね研さんがこう出てきて排除するかってまあ研さんはまあ嫌だったんだろうね初めから言えるつもりはなかったんだろうけど党首がああいいよってその辺がさ本当に公平な人じゃん当首はね。 だからまあ入れちゃったんだけど結果的にまあああいうふうにもう対応するしかなかったよね話が通じない人と話してたって全く意味がないからねうんであのままエキサイトしてやってもしょうがないからほんと対応はねいい対応でしたただまあしつこいね彼はもう悲しくてねなんか涙が出てくるよね彼の必死さっていうかさうん まあこれで彼に彼の見方も多分すごい見てたんだろうけども彼のあの YouTube のだけど、えー、とライブ配信の、えー、多分ねあの時のを見てた方っていうのが一番あのういいよねピコジロとゆっくりとあとどこが立花さんのところもねえっ、ー、と多分やってたね立花さんのチャンネルも、えー、だけどまあ他にもやってきた。 といると思うんだけどもでもねメインチャンネルその中ではやっぱ平塚さんのチャンネルがめちゃめちゃ見てる人多かったねでさらにやっぱりあのこれねこれが多いよねもっと増えてんじゃないのか今あのー、えー、っと羽暮先生もなんか羽暮先生もさいっぱいサブチャンネルがあってどれがどれだかさっぱり分かんないんだけどはぐれ先生も えっと、なんか彼の動画をもう完全に見ないようにするから何か言ってたら教えてねみたいなことあったでしょ俺もまあそんな感じなんですけどただやっぱり俺は出てきちゃうんだよね彼のがたまにピヨンってっていうか彼を批判する人の、えー、おすすめで出ちゃうんだよね。まあたださわざわざさなんか根性もあるとかさ言いながらよ。 あの彼は彼はさあのね四日市のね選挙の時に党首にね除名されたっていうことをま,まだ言ってるじゃないですか私は除,除名されたと思って理解してるって実質上ってただ実質上っていうか実,実質上であると でもですね、あの時にはっきり彼が自分で言ったわけだからそこをさ勘違いしてるというかさもう自分の口から言ったのは確かなんだからね。うん、で、まあ、彼もそのそれをもう絶対自分はあのえー、除名されたっていうことを絶対否定しないけどもそれを言うことによって。 えーまあ、炎上してネタがそのまま対応できる話がこのままね、まあ、のそこでできるっていうそういう部分で彼はそういうふうにもう決めちゃってるんだろうねこれなんて言うんだろう嘘もさうん嘘もそのままなんか信じ込んじゃうと本当みたいになっちゃうところがあるよねでだらめをね。で彼は分かってて言ってるんだろうね。 俺はいつもそう前からそうなんだけど彼の作戦なんだよね、それって全てが分かっててここであここでそのままここでねそのことをまあ、えー、分かそうなんだけどそうじゃないって言ったことによって、えー、また話がこれこれからあの作れるというかねストーリーが作れるよっていうようなそういう考えなんだろうね。 だからまたそこから新たにまたねまた彼も動画今日も出すでしょう昨日動画出してたのかよくわかんないあとまたライブやってたのかなまあ YouTuber はさライブじゃなくてさ本当のさメインをさちゃんと動画まとめてほしいねでたまにライブやるっていうのが本当の YouTuber じゃないのなんかもう討論会も討論にならないしあんなんじゃなくてさ本当になんか短く自分の言いたいことを動画でさ えー、出すっていうのでいいいうののでんじゃないのかなでわざわざ来る必要もないし電話なんかかける必要もないよ。と思うんだけどねそんなもんじゃんなんかもっと違うのでやればいいよねそんなんだったらサーファーたかしみたいにさ、うん、まあ見ててちょっと悲しくなったね、うん、まあ橘さん本当に優しいからね全部あのまあ濃いよ濃いよで。 であの強制排除をしなかったけど彼もなんか知らねえけど出ていかなかったみたいだけどね普通はまあ今日はいい天気なんでね、あのーまあ、政治活動される方もいっぱいまだ出られると思うんだけども、あのー、ピコ太郎さんあピコ次郎さんとね尾崎さんがずっと昨日の夜からこれ一緒にいるのかな気持ち悪いよねずっと2四時間いるのが。 ね、昨日の夜ライブやってたのはどこでやってたんでしょうかねあれ、うん、また今ね、あのー、ライブやってますね4時から、えー、と政治活動って言ったけどどこ行くのかな、まあもうあもうやってないのかなあやってるかはいあのー、私はね今 ちょっとあのー、この前から動画を見てやっぱりいろいろ何をしたらいいのかなーって考えながら作ってるとなんか訳も訳もなく何にもね何、あのー、だろう毎日ただと配信すればいいのかなーって思うこともあるんだけどもでもそうでもないよなと思ったりまたちょっと混迷してます。はい、ただねまあ こんな感じでいいからねあの別にライブあそうそうライブやりたいんだけどさあのこの前ねデポジットこういうのがねグーグルが来たっていうじゃないですかあれでえっとちゃんとね設定したんですよあの銀行もでもね入金も何もないんですねもう23日にメールが来てて入金する23日でメールあの入金するってなってて 今の時点で入金が確認されてないんですよね。ってことは多分入らないと思うんだよねこのまま待ってても。でいろいろちょっと見てたらもしかしたらジャパネット銀行がダメなのかもしれないねだから他の銀行にちょっと変えて今やってみました。でそれをやったら23日中にね、えー、23日中に、えー、また振り込むからみたいな。 でその振り込みの金額をなんか確認したらうん OK みたいなんですけど、まあ、その辺が後がよく分からないんですけどそれとライブができるのかできないのかっていうのがねどう,いうなんどういう関係があるのかもよく分からないんですけど、うん、まああのもうあのパソコンではできるんでちょっとパソコンのね古い改造パソコンなんでカメラがボロいんですよだから全然映らないんで今はまああの。 得意のねアリエキスプレスで、えー、3000円ぐらいのカメラあのウェブカメラっていうのかなあれを今買いましたね3000円で送料込みであ割引があって2000円ぐらいかな、うん、まあボオンボロなんだけど別にまあ写ればまともに映ればいいかなと思って、えー、それも買いましたんでそういうのが来たらねもうパソコンでライブやろうかと思いますうん。 ああの湘南おじちゃんっていうチャンネルもあるんですよそっちの方も全然出してないんですけどあの夜はねだからそっちの方でやろうかなと思ってライブとかね普通の話はでまたあの2月の16日今選挙があるじゃないですかその辺で砦よりは近いんでねまた行こうかなと思うんですけど こっち方面のの人人で行くいいないのかなか誰かあの見てる人で近場の人いたら一緒に行きませんかね、うん。それかまあ向こうに,に泊まっちゃうっていうのもあるよね二の日ぐらいねそういうのもあるけどもあ,あとあのそうですえっ、ー、とね明日明後日で引っ越しなんですよあの母ちゃんのね それで母ちゃんの引っ越しが終わるんですけどとりあえず明日はあのまあ明日,明日の明日引っ越ししたのは明日引っ越ししたのは明日引っ越しに決めたのはねまあ安い運勢屋さんでね2万5,000円でやってくれるっていうのもあるんだけどそれは30日限定時間指定なしっていうやつなんですよ。そうだから、えー、まあ何時になるかわからないんです。 とりあえず、まあ、夕方ぐらいまああのちっちゃいものはもうこっちで運んじゃってで大きいもんだけ運んでもらうっていう感じなんですけどそれをやるんですけどただ何時になるかわからない夜になるかもしれないっていうことなんでね一応だからえっと今住んでる方をは、えーまあ、結局何日でし 何を言ったのかからないんあの31日い30日かあの新しいは 30, 30日が借りるようになってて一応2日間の枠みたいになってるんだけどねはいえー、っとそういう感じで引っ越し終わったらもうちょっとあのしばらくは何もないんでそれが終わったら2月入ったらあのどっかあのえー、っと政治活動選挙活動 あとまあ三宅さんも最近やってないみたいだから三宅さんの方なんか政治活動もあればそっちもね行きたいと思ってますまあねだんだん暖かくなってきますからねえっ、ー、とそういうのもやりやすくなってくると思うんですけどまあ近場の方いたらぜひ一緒にね行きませんかねいないんだよね結構みんないないんだよねこう配信してる方でこう。 割と地域を言ってる方がいたとしてもその地域ってそんなにいないんだよねあの砦でもさあの結構やってたけど砦のこれんだい止めてほしいよね砦でもあの地元の方のボランティアっていうのがいなかったんでしょ確かそう言ってたよね普通1人は2人いいんじゃねえかなと思ったけどそういうのもいないみたいですよね。結構しんどいよねそんなんだ まあちょっと今回のねどんあこれ動画変なマイクくっつけてやってるんだけど音取れてんのかな、うん、まあ俺の恋もね多分あれ前にね恋をちょっと予感を言ったんだけどあれはダメですねあのー、多分ダメですわまああれでしょうね相手の方がいらっしゃるんでしょうねもうそういうお年の方だとやっぱりある程度 まあでもそういう方はいるよね相手がうんまあ相手がいる人にそういう,もう相手がいるとそういう感情じゃもう見えなくなるんで俺はうんもう大丈夫ですもう恋が終わりましたはいそうねまああとちょっと最近のね話だと金魚が一匹また死んでしまいましたこれは栄養失調かな 他のやつはね、カロすごいあのでっかくなってんだけど1匹だけね何だろう細いのがいて今日も浮いててねちょっとあのいろいろやったらまた泳ぎ出したんだけど多分1匹は死んじゃうなでもあれはもともと10匹で200円ぐらいの金魚ちゃんだからちょっとしょうがないかなっていうのはあるんだけどね初めからちょっとねお腹の辺が黒くなってるから病気なのかもしれないね。 あの彼らはね外で飼ってんだけどやっぱ俺なんかこうだからあんまりこうあの水草の陰に隠れて全く見えないんで謎の生態をね、えー、しております謎の生態で見え全く見えないんでね,あのね室内にいる金魚は順調にでかくなってますけど外のやつはねちょっと自然の何だろう自然の厳しさの中で育て,てるんで。 はい、ちょっと一匹は耐えられなかったみたいだねかわいそうだけど多分今もう,もう多分もうそろそろ本当に息を引き取っちゃうと思うんだけどそしたらまああの穴にね埋め穴っていうか穴掘って埋めてやるのもいいんだけどトンビに食わせようかな餌付けしてるトンビに死んじゃったらしょうがないもんね もったいないよね。もったいないなっていうかなまあどうしたらいいんだろう気持ち悪いねそんなこと言ってるとはいそんな感じちょっと一回あの動画出しますね <coughs> ちょっと今 N コクトのことと関係なくすごい今、あのー、環境問題のことでねちょっと今あえー、ちょっと話したいことがあって。 で皆さんどう思うかね次の動画今日中にまた出すんで一回ちょっと聞いてもらえますかうんちょっそっちの方が本当は聞いてもらいたいんでねはいよろしくお願いします。